本当に嫌なんだな。ね。指図されるのが本当に嫌なんだな。まず、凶霊会がカムロ町のどこにいるかだな。連中のアジトがあるはずだ。それは松金組に聞くのが早いな。松金のおやっさんなら知ってると思う。おやっさん登場。そうか。なら俺は遠慮やっしととおくやさん登場ですね。波紋の身だ。のこのこ顔出すわけにもな。分かってるよ。もともと一人で行く気だった。後で連絡する。松金組には一人で行ってくれ。肝心な時に悪いな。めっちゃ優しいけどな。それな。めっちゃ優しいんだけどな。チャリンコ超ぶっ飛んだよ。おいおいおい、めっちゃすっげえどついていく方式ね。まあ、とりあえず塞ぐものは片っ端からぶっ壊す方式でいいから。邪魔なものはちょっと、ホストマンブルースじゃん。焼肉じゃね、これ。肉焼いちゃってうまっ。あ、いえ、仕事への発想ってところか。いらっしゃいませ。何しよう。うまそう。焼肉食いてー。気に入った。気に入った。さ、行くか。マジありがとうございました。いらっしゃいませ。とりあえずフレンド申請。いっぱいね。ありがとうございました。あ、フレンドじゃない。なるほどね。どんどん食っていけばね。これであれが溜まっていくわけだ。行こう行こう。すごいね。でもまた別のコンビニ来たやん。いらっしゃいませ。ミュージックフェア中。おん、はい、ミュージックフェア。限定のレコードって。あ、おでん。セッター買いすぎ、セッター買いすぎ。セッター買いすぎ。待って、ワンカートンじゃん。ワンカートン買ってんじゃん。買う必要あるじゃん。まあ、この換算で言ったら11本っていう換算だけどな。買いすぎよ。ちょ、待てよってなっちゃうよ。待てよ。お、来ましたね。来ましたね、とうとう。親便が。さあ。こちらです。ちょっとカトリックに似てない。登場会計松金組。規模としてはさほどでもない。業界組長の松金貢は俺にとっても海藤さんにとっても親父だ。はい。かっこいい。親父、八神さんをお通ししました。おお、久しぶりじゃねえか、ターボー。ターボー、なんだよ、全然顔出してくれねえんだもんな。かっこいいな、なんか、ね、あのな、おやすさんだけだからな、この事務所で俺を歓迎してくれてんの。まあそうかもな。カイトはどうだ、元気でやってるか。すごいね。元気だよ。
例の件がなきゃ破門せずに済んだのによ。え、それも絡むの？あれがかれこれ1年前か。あいつも俺には息子同然だった。もう済んだ話だろ。ああ、お前んとこで元気でやってんならそれもいい。うん、俺も海藤さんのことは兄貴だと思ってる。兄弟分。10年前、うん、あの人やおやすさんに会ってなきゃ俺も今とは別の人生だ。お、相変わらずいいなお前は。失礼します。どうぞ。それでこの歓迎されてねえ事務所まで来たのは何の用だ。言うね、言うな。カメラの頭の件で。あれか、源田さんとこに弁護頼んだって聞いたがよ。タボも手貸してくれんのか。すげえ。カムロ町に協力会の拠点があるだろ。場所が知りたい。そこの組員に聞きたいことがある。けどお前、連中今相当ビリついてんだろ。分かってるのか。ちょっと話聞くだけだよ。ゼネコンの梶平グループってあるな。やっぱ好きだよな。よく知らないけど、ね、絶対そうだよね。関西の大手だ。お、え？で、その梶平系列で KJ アートってのが占領通りにある。ビル一棟丸ごとその会社のもんでな。協力会の連中はそこに詰めてんだよ。占領通りの KJ アートね。分かった。忙しいみてえだな。なる、うん、今度そっちの事務所に遊びに行っていいか。お忍びで。お忍びでよ。来ちゃうの？ああ、もちろん。来ちゃうの？それは勘弁しようとは言えない。言えない。もうおやすさんだからね。あ、あいつった。頑張って頑張って。あいつった。海藤さん、おやすさんと話せたよ。協力会の拠点は KJ アートって会社だ。KJ アート。そうか。じゃあ例の村瀬ってのもそこにいるんだな。いやそれは現場って確かめてきた。となると張り込みか。おお、じゃあもしかしてドローンの出番か。お、ドローンですよ。それもあるかもな。了解だ。今バックヤードのカメラないから。今ここで2人が走ったとしても映像には残らないんで。確か音声だけは残るっていうね。だっていう。足つった音声残るだけだから。どうやってお金稼げんだろうね。確かに。でもヤクザボ。すごくね。よろしいわ。デートの達人とかで、フレンドチャージ、すんげえいっぱいやな。集合だけ好きいっぱい。すごい。チャリンコぶっ壊す。おお、お、決めた。いいね。
クが如くっつうかさ、キムタクが無双だよ、うん、こうなっちゃったら。テレクラですよ、テレクラ、テレクラですよ。本当だ。は、入れない。入れねえんだ。おー来たよまた。あ、あれ？緊急事態レベルで。もしもし。カイトだ。KJ アートに着いたな。ああそうらしい。カイトさんは今どこ？ KJ アートに向かって右見ろ。どこ？上？二階は？あ、右の猫の会社あって下、あそこにいる。お、こんなとこに猫がいるぞ。あ、そこの屋上、そのビルの上の屋上、あれじゃね？ん？あれ、あれじゃね？電話。あれ、女の子、肩組みしてんのか。これは。あ、見つけるね。わかった。見つけるね。俺も今、そっちに行く。探し当てるね。おい、ターボ、な。止められた。止められた、ターボ。破壊の仕方がもうえぐい。とりあえずぶっ壊していこう。よ、ここから KJ アートがバッチリ見える。ビルの中は確かに極道らしいのがうろついてたぜ。じゃあやっぱり強霊界のアジトか。間違いねえ。間違いねえ。村瀬はいたか？見当たらなかった。さっき鳩飛ばしては見たんだがよ。ん？しっかり見た？ああ。ああ、一応な。下しっかり入ってるよ。今度は俺がやってみる。未熟な部下にお手本見せてやんないとな。へいへい。ドローン行きますよ。フライト。これが村瀬の写真で、ビルの窓越しに村瀬がいん。お、お。お、すげえ。ドローンや。ジャジャイ。すげえ。普通のドローンもこうやってやれたらいいのに。下げでもするんだ。下の階も見ろってこと？
むずいね。意外とむずいね、ドローン。どこだ。意外と難しいね。あいつ、あんなところでこそこそ本なんて読みやがって。やめてあげてよ。これは。行こう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 。どこにいんのこれ。さっきのあの本読んでたとこでね。分かった。あのちょっと空いてるとこだな。どこだ。怪しいな。もうさ、人の頭上を堂々と飛んでるレベルね。これは。もうビビってますやん。ビビってますやん。2回。あれ角度を変えて見んのかな。あのブラインドが一箇所だけ上がったとこ。いや多分あのこれがあるところなんじゃないの。あそう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 。難しいね。視点を変えるっつうのもまた難しいやつよね。続くねこれ。あそこの怪しいなってとか覗けないっていうね。金銭しかねえ。頑張れ頑張れ。あそこの部分に開いてんだ。そのままもうちょい上に上がれる。超むずいなこれ。
もうちょい、もうちょい後ろ、多分あのブラインドの裏にいるはず。いや、多分角度変えたらいるんじゃない。あ、そうなっちゃうんだ。もうその中にいるのに。どこだ。あ、そこそこそこ。いないね。いないね。難しいねこれ。やられてるね。いた。なんだ。おい、あれ。やっとだよ。やっとだよ。1分ぐらいかかって。めっちゃかかったよこれ。幕が開く。え？くそ。どこの部屋に行ったか探そうぜ。これまたさっきのとこじゃねえ。いけねえ、頑張れ頑張れ。ブラインドライトがここだ。そこだ。どこだ。怪しいな。いたぞ。あれが村瀬じゃねえか。やったな、タボ。さすがだぜ。タボ難しすぎでしょ。タボ超難しいよ。操作むずいもん。タボやば。フロア奥の個室か。やろう。自分用に部屋持ってるってことはそこそこの立場だぞ。俺らが行ったとこで会えるか。多分門前払いが関の山だ。おまけに頭の弁護のためなんつったら叩き出されるな。村瀬をじっくり絞るならあの部屋に入り込まないとな。入り込むか。どうやるんだ。忍び込むか強行突破か。どう攻めていくかな。選べる。選べるよ。なんとかビルの壁をよじ登ってみて、で開いてる窓があればそこから忍び込んで。結構無茶じゃねえか。壁よじ登るにもまあまあ人目があるしよ。そうだな。窓から入り込んだってそこに人がいたらアウトだぞ。あれだよな。だよな。他の考えもあるんだよな。プラン B はなんだ。なんだプラン B。 誰かに変装して入り込むの。誰かって誰だよ。ピザ屋とか宅配便とか。それじゃせいぜい受付までしか行けねえだろ。じゃあ出入りの業者、ビルのメンテナンスとかね。お、そいつはいいんじゃねえか。作業服なんかはドン・キホーテで買えるしな。ただビルの中入ってく理由がいる。そいつはどうする。そうだな、あそこの室外機使おうか。ああ、あれがもし故障してたらどうなる。修理の業者が呼ばれるな。でも壊れるまで待つのか。あ、壊れてなければ壊しに行けばいい。なるほど。そうか。冴えてるじゃねえか。お前本当に多忙か。どういう意味だよ。よし、じゃあまず室外機に細工してくる。海藤さんはここから見張ってた。おう、それじゃ作戦開始だ。何ぶっ壊すのあれだって。